stylish sports. いいショット。ナイス。ナイス。そのぐらい考えない方がいいですよ。ナイス。続きまして松田選手のティーショットです。選手のティーショット終わりました。
くの自分が上がった平井選手です。投げた。ピーツです。T2 のアプローチです。これもうまい。ナイス。ナイス。今逆光気味なので見にくいですが、手も繋がった。
アスファルト部分が、セーフということで、左に切れるとこちらが OB ということです。ここにあります。ナイス。本当に正しいですよ。また真ん中だ。よし。おお。すごい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 。
低いの。ここまでワイドオープンなのってあんまりないですか、関東オープンで。これは特殊なコースですね。なるほど。はい。18番。ナイス。ナイス。ナイスショット。これはいい。ああ、ちょっと食われた。ロックですか？ロックです、多分。今、この先がゴールですよね。そうですね。はい。入る？入っちゃう？惜しい。ナイスショー。
欲しい。これ松田選手狙いますね。はい、狙いますね。はい。はい。おお、スライス。決まった。数字を書いて、ええ、あ、右の方ちょっと高いな、帰ってもいいかもしれない。 OB、OB、OB、ここまで出せばなんとか、はいはい、うん、セカンドで狙えるという、確実に、そうですね、ちょっと狙いましたね、左に曲げるようなラインで、はい、高い、はい、おお、入っちゃう、惜しい、ナイスショット、低いな、残念、手前に10m、はい。
達するな。ああ、ちょっと当たっちゃったね。惜しい。惜しい。うまい、あ、変えると、変えると、あ、ちょっと変えちゃった。でもナイスショット、ナイスショット、ナイス。あ、右行っちゃった。いいのか、ちょっと低すぎる。もう超えた。そこは超えた。おお、なあ、外まではいかない。いいなぁ。帰ろう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 。おー、すごい、いい。ナイスショー。すごい。サイドローラー、同じく。早い。うん。上手上手。ああ、ナイス。ナイス。スイロ選手のウイニングパット、はい、10メートルぐらいですね、はい、はい、はい、皆さん、すごい。2013年の関東プロ、スイロ選手が見事優勝を勝ち取りました。お疲れ様でした。ちょっと油断できない、安心できないのがここの関東オープンだなって思います。とっても感動させていただきました。勝ててとても嬉しいです。スタッフの皆さん、ありがとうございました。東京スタイリッシュスポーツ。
関東オープン2013年、はい、終了しました。選手、はい、お疲れ様でした。はい、結局何番だったんですか？2ですね。あ、2、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。最終の決勝9ホールで、2打差から始まってますよね。はい、ということで出だしがちょっと OB からって感じでしたが、あの2日間通してこんな感じでした。はい、あのどうしてもシビアに狙っていった時に、精度もあるんでしょうね。途中途中今決勝の9ホール回ってて、はい、最初の2ホール悪かったんですけど、シビアに狙っていった結果バーディーが取れてるところもあるし、あの飛んでるところもシビアに狙ってて抜けてるっていうのもあるので、はい、まあそういうかなり精度を試されるコースっていう感じですね。はい、すごいね、回ってテクニカルな、まっすぐ投げられないコースがほとんどということで、そうですね、かなりテクニカルなコースだったんですが、ちょっと自分自身の精度の低さっていうのにちょっと残念でしたね。いやいやいや、でも最後ね、あの2位でまあまあということで、あの最後団子でどうなるか分からなかったじゃないですか。はい、そこで4位に落ちても全然おかしくないところで2位に食らいついてるので、なんかね、悔しいですね。2日間通して、はい、ほとんどいいとこなかったまま終わっちゃったっていうのが、普通4ラウンドやるとどっかで自分のラウンドにできるんですけど、はい、それをしきれなかった、流れを読み切れなかった、つかみきれなかった、自分の流れを持ってこなかったっていうのが大きな反省ですね。はい、とりあえず関東君今回は終了ということで、はい、次はもう夏一読とかになっちゃうんですかね。そうですね、はい、ということでまたいろいろ本もありますので、ね、ありがとうございます。